味覚って個人差大きくないっていう話よね。はあ、味覚って個人差、味覚って個人差大きいじゃん。だって誰かが美味しいって思う、好き嫌いの話でしょ。でもさ、そう、好き嫌いも当然あるし、うん、で誰かが美味しいって思っても美味しくないっていうの多々あるじゃん。例えばさ、うん、赤身が好きな、赤身の肉が好きな人もいれば、うん、霜降りが好きな人もいるし、うん、ラーメンで言ってもこってり系とあっさり系で分かれるじゃん。っていう風に味覚ってそもそも好き嫌いが大きいから、うんうん、美味しい美味しくないって、うん、結構幅広いと思うんだよ、うん、で地方によってはさ、味付けの生まれた環境で左右するし、うんうんうん、っていうのがまずあるじゃん、うん、でその中でも個人個人の時間とタイミングによって味覚って変わってくるじゃん。時間とタイミング、うんうん、っていうのはお腹空いてるときはめちゃくちゃ美味しく感じるし、うん、お腹空いてないときは、うん、そうでもないしっていう。あーね、なるほど、ね、喉乾いてるときに、うん、ビールが美味しく感じたりとかさ、うん、でもそのビールも一口目は美味しいけど、うんうんうん、二口目三口目ってなると、うん、最初の一口目ほどの感動は味わえないじゃん、うん、コーヒーとかさ、うん、お茶とかもさ温度によってさ、あ、美味しい美味しくない変わってくるわけじゃん、うん、で例えば蕎麦とかもさ、うん、引きたてが美味しいのか茹でたてが美味しいパターンもあるし、うん、ラーメンも同じか、多分それ、うんうんうん、コクコクと美味しさって変わってくるんだけど、うん、そういう味覚って個人差めっちゃ大きくないっていう話 で、うん、でその味覚個人差大きいのにさ、うん、それをこう評価するのってめっちゃ難しくないっていう話だ。あ、それでも万人受けとコアな層のあれがあるわけでしょ。ああ、ある、それはある。まあ誰が食ってもうまいじゃんっていう。いや、誰が食ってもうまいは人それぞれなんだって本当に、うん、あうまいは、うん、じゃあうまいの中でレベルがランクがあるってことじゃなくて、うまいの中でのランクはあるんだけど、うん、でもそのうまいの定義も人それぞれだから、うん、厳密に言ったらね。でも万人受けをするっていうのは作れるわけよ。100点は取れないけど80点とか70点は軽く超えられるっていう料理を作れるんだけど、うんうん、でも誰かの100点を取ると誰かにとっては30点とかの料理にどうしてもなっちゃうんじゃないかなっていう。はあ、誰かの100点を取る、誰かの30点になるの、うん、誰かやっぱそこを突き詰めて誰かの100点を求めていくと、うん、誰かにとっては最適ではなくなってくる。 そっちじゃねえんだよなってなるっていうか、うんうん、まあ、なんかそれ何かに例えられそうだな今誰かの100点を目指していくと、うん、誰かにとっての点数を平均ポジからはちょっとずつ乖離していくわけじゃん。やっぱその人が求めてるものと違ったらね。そう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 、うん、そこそこのところだったら、そう、いや、お互いが妥協してるから程よいってことね、うん、そう、ああ、なるほど。例えばスキヤとかマックとかはさ、うん、お互いが妥協ラインが大体一緒になっていくから、うん、まあ安い早いそうをメインにした上でうまいから許せてるけど、許せてるけど、誰かにとっての味覚で、うん、あの 100% を満たそうって考えると、うん、やっぱりそこのラインからはさ遠ざかってくるんじゃないかなと思って。今の話で言うと、うん、時間、何だったっけ、時間、料金、味、うん、の平均をとどこを基準にしたい、うん、味を基準にしたら、うん、めっちゃ高くて時間かかるのか。そう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 、うん、だから言ってしまえば、うん、味を基準にすると、うん、各々の好みに合わせた味付けのお店になるわけに行けばいいわけね、うん、
したらそこはまあだからオーダーメイドみたいなものになってくる。そう、必然的に高くなるじゃん。だから最初に好き嫌いありますかっていうところと、アレルギーありますかっていうのを聞くようなお店あるじゃん、うん、そういうお店になってくから、うん、必然的にまあ料金はちょっとずつ上がってくるよねっていう。でもラーメン屋好みありますかって聞くけどね。ああ、固めとかね。そうそう。そこら辺は割と値段に関係ないじゃん。まあ直接的に。まあまあちょっと調節すればいいやけどね、それが。そう。後付けでニンニクを足すとかは簡単にできるじゃん。うん、ああ、俺それで言うとちょっと話ずれるかもしれないけど、うん、トッピングとか。うん、自分でしない人なんだって。あ、分かる。あのだからつゆダクダクでみたいなさ、あのとか、俺はいやもうお店がこれがうまいっつって決めてんだから、あそれで食えよ、なんで自分の好み出すんだって思っちゃう人なんだって。あ、そこはお店が多分それを理解してるんだと思う、うん、理解してる。 お店はそれを許してるから、個人個人のあれがあるから、好みがあるから、それを好みの範囲内で、うちができる範囲内で自分好みにしてくださいっていうのを、許してるから別にいいんだけど、うん、お店はこれをベストだととりあえず思って出してんだから、それで食うよって。だからめっちゃ胡椒足すとかさ、タバスコ足すとかさ、俺やっちゃう。俺それをなんか別に人がしてるのはいいんだけど、別に俺めっちゃやっちゃう。別にしていいんだけど、なんかいや別にこれでうまいって言ってるならこれでいいやっていう感じになっちゃう人なんだわ。あ、好みがないのかもね。だからめっちゃ言っちゃうな、俺。基本的には何でも美味しく感じるからさ。あ、自分の好みでこうしたいっていうのはあんまりないかもしれない。